心はウェスタロース。心はウェスタロースでは、ドラマハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。なお、この音声はハウスオブザドラゴンシーズン2エピソード7までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作炎と血についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えて、ドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますので、ゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたします。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はハウスオブザドラゴンシーズン2エピソード7、放題の方は血の収穫ということで、現代は The Red Sewing。 ソーイングのソーというのはどういう意味でしょうか。グレイジョイ家の標語に入ってます。我ら種をまかず。そうです。まくっていう感じの動詞ですかね。はい、はい、ということで、まあこの題名の通り、今回はターガリエン家のお種たちの収穫がね、はい、ありましたので、キャラごとにもしっかりと押さえていきましょう。では、第7話の大まかなストーリーを振り返っていきます。シースモークに乗り手がいることを知ったレーニラはライダーのアダムと対峙し、腹の内を探ります。しかしその船大工が望んだのは気流者としての学び、そして女王への忠誠でした。ドラゴンと神々が残した印には抗えないと悟ったレイニラは、イサリアの助言をもとにターガリエンの種たちを召集し始めます。王都での居場所を失ったアリセントは、キングズガードのサー・リカードと共に王の森へ逃避。商標議会が日に日に小さくなる傍ら、密告者の長ラリスはエイゴンの復帰をせかします。リバーランド最高領主のオスカーは、国葬派に忠誠を誓うことを宣言し、川岸の諸侯たちはそれを支持しますが、デイモンは自身が招いた蛮行のツケを払わされるのでした。ドラゴンストーン城には、王都から続々集まったターガリエンのお年子たちの姿が。ウォーカー色のフンヌと呼ばれるバーミサーは、次々と彼らを襲いますが、最終的にハマーのヒューに敬服の眼差しを向け、一方、ドラゴンモントに迷い込んでしまった白のアルフを出迎えたのはシルバーウィングでした。人々の叫び声と王と舞う銀色の翼を目にしたエイモンドは急いでバーガーに起立し、ドラゴンストーンへと向かいます。しかし、免れざる客へ向けられたドラゴンたちの方向を浴び、撤退を余儀なくされるのでした。面白い。面白かったですね。うん、はい。まあ、大興奮の第7話で、これぞハウスオブザドラゴンっていうぐらいドラゴン祭りの第7話だったと思うんですが、まあ、今回解説するトピック、水槽派について、そしてまだまだなんとセラピーが続いておりましたハレンホール。まだ続いてたの？はい。課題がまだ残っていたようですね。うん、はい。そして3つ目が国葬派について、そして、まあ、血の収穫という題名の通り、ドラゴンたちがたくさん出ておりまして、新たなライダーも登場したということで、ドラゴンのお種について解説していきたいと思います。はい、はい、ではまず水槽派なんですけど、まあ、かなりどんどん商標議会がちょっと小さくなっていってるのが気がかりではあるんですが、それぞれのキャラは今何してんのかなーってのをね、まずは押さえていきたいと思います。そうですね、どんどん小さくなる商標議会なんですけど、シーズン2の冒頭はマックス8名いたんですよね。うん、まず王のエイゴン、弟のエイモンド、そして太后アリセント、王の手夫、クリスピン、ジャスパーワイルド、タイランドラニスター、そしてグランドメスターオーワイルの8名ですね。はい、今はだいぶ人数が減りまして、セッションのエイモンド、ジャスパーワイルド、そしてラリスが入ってきてますね。そしてグランドメスターのオーワイル、うん、4人、だから半分になっちゃったってことですよね。うん、うん、で、まあ例えばタイランドは
今遠征に出てるんですけど、うん、彼はですねトライアーキーとの交渉に向かってるはずなんで、はい、もしかしたら最終話で出てくるかな、うん、かもしれないですね、うん、まあ、クリスピンも今あのハレンホールに向けて進軍中で、彼は王の手とキングズガード兼任してるので、そういう意味でもちょっと縮小されてる感じがね目立ちますよね。はいはい、まずはこの水槽派のちょっとのけものにされがちになっているアリセントについて、話していきたいんですけど、彼女今回キングズランディングを離れて、まあ、王の森にちょっと逃避しに行ってるね、うん、感じはありましたけど、そうですね、なんかアリセントが離れてる間になんかイベントが起きると思ったんですけど、うん、特に何も起きず、はい、どう思いました？いや、私的にはすごい大きなイベントが起こったかなと思ったんですけど。起きましたっけ？いや、ドラゴン来て金なりまくってたじゃないですか。ああ、確かにそうですね、うん、そのケンさんが言いたいのってあれですよね、アリセントがいなくなった時に暴動が起こったら、アリセント的にはほら私がちゃんとやってなかったからこうなったじゃんってなるはずだったのに、うんうん、結局アリセントいてもいなくても変わらない平和な王都でしたみたいな。そうですね、っていうことですよね。そう、まあ、例えば暴動が起きたとして、アリセントがいなくなってる時に暴動が起きたから彼女は助かったとか、あ、うん、まあ、例えばですけどね、うん、まあ、何も起きなかったのですが、アリセントはすぐ王都に戻らなそうなんで、うん、もしかしたら最終話へのお預けなのかなと思ったりもしました。はい、はい、で彼女はですね今回王の森に行ったんですけど、これはですねシーズン1エピソード3の対比になるかなと思ってまして、うん、でその時はですね部外者のレーニラが王の森へ一人で逃亡して、うん、で付き添ってくれたのはキングズガード一人だけだったんですけど、うん、で今回のアリセントもほぼ同様の展開ですよね、はい、シーズン1の頃のアリセントはその時女王でたくさんの人たちに囲まれてたんですけど、今は一人ぼっちで、それはレーニラと同じ感じになってますよね。確かにあのヤングアリセントの時の王の森のテントの中って結構アリセント様アリセント様みたいな感じでしたよね、うん、アリセントが一人になることはありえない状況だったんですけど、うんうん、そしてもう一つ対比といえばメイスターたちがアリセントやレーニラを治療するシーンなんですけど、うん、彼女たちは同じところに傷がありまして、はい、でシーズン1の時はメイスターはレーニラを治療しながら傷は癒えますが、あとは残るでしょうと言ってました、うん、で対する今回のアリセントは傷は残るでしょうですが簡単に隠せますと言ってました、うん、でこれはアリセントの傷は一生治すことができないっていうことなのか、まあ、それかアリセントは何かを隠し続けないといけない人生っていうこと、うん、まあ、同じ場所に傷を負ってますし、そして同じあのニュアンスでミスターがね、うん、治療しているので、おそらくこの傷を負ったこの女性2人に対するミスターがかける言葉は対比させてると思うんでね。そうですね、うん、アリセントの傷は治らない、うんうん、とも捉えられるかなと思ってまして、はい、まあ、でも確かにレイニラってすごくさっぱりしてる性格で、それこそクリスピーのこととかもうどうでもいいっていうか、もう忘れかけてるでしょ、っていうか忘れてる、忘れてんじゃないですか、うん、私傷を治す力があるし前に進む力もある人だと思うんですけど、うん、やっぱアリセントとか水槽派のメンバー特になんか過去に何かを置いてきてそれに縛られてる人がすごく多いイメージなので、うん、うん、エイモンドとかね、うん、そうですね、はい、なので、まあ、そういう意味で傷は治らないしそれを隠し続ける人生になっていくっていうような読み取り方は面白いですよね、うんうん、なるほど、うん、うん、というかアリセントって自害しようと思ってたんかな。まあいつそうなってもおかしくない精神状態であるのは間違いなさそうですよね、うんうん、まあ、あの池なのかなに入るところがあって、うん、まあ、あれは自害しようとしてるのか分かんないんですけど、目が開いて現実に戻る瞬間がありましたよね、うん、その時に空を飛ぶ鳥を見つけるんですよね、うん、で彼女若干鳥のモノマネをしてるんですけどあれ鳥のモノマネなんですか、じゃないですか、浮かぶために手をパタパタしてたわけではなく、いや私は鳥を見たから鳥のあの鳥のように自由に羽ばたきたいなみたいな自由になりたいなみたいな表現だったんじゃないかなと思ったんですけど、
BGM で翼をくださいでも泣かそうか。あの大空にとか言います？うん、なんかあってもよかったかもしれないね。うん、なんかアリセントってやっぱり今自分の地位を思い通りに上に行けなかったりとか邪魔者扱いされてるキャラクターだと思うんですけど、なんかいわゆるこの世界にもあるガラスの天井的なものを感じているキャラクターの一人のような気がしていて、なんか上に行こうとすればするだけ見えない天井が自分を遮ってくるというか、まあ女性であることもそうだし、例えば今回のエピソードで言うとその落とし子という自分のパーソナリティもそうだし、癒やしい生まれもそうだし、そういうなんか上に行けないネックになるような自分のアイデンティティ的な部分に邪魔されて苦しんでるキャラクターの一人で、これまでヴィセーリスがいて部屋だった頃は思う通りに世界を動かしていたかもしれないけど、このなんか戦時中という状態が彼女をすごく苦しめてるのかなっていう感じしますよね。うん、そしてやっぱ今を生きる人たちにもすごく多いと思うんですけど、アリセントのようになんか自分の人生じゃなくて誰かの人生を生きてきた人たち、なんかお母さんにこう言われたからとか学校の先生にこう言われたからここを受験したとか、なんかそういうことでしか選択肢を選べなかった人生を歩んできた人って、例えば30代とか40代とか、まあ、子供を産んだきっかけとか結婚したきっかけとかでふとなんか我に返って、あれ、私って何のために生きてきたんだろうとか、私の中に私がいないまま30年とか生きてきてしまったことにその時初めて気づいたりするんですよね。うん、でそうなったことでなんか自分が本当に何がしたいのかわからなくなっちゃって迷ってしまって、本当に自分の中に自分がいないことに初めて気づくみたいな、そういうキャラクターじゃないですか、アリセントって。そうですね、うん、何に突き動かされてここまで来たか分かんないままやってきた、先にあの湖があってみたいな感じにも思えたし、うん、もうこの王都は汚れてるからっていうふうにも言ってたけど、それは自分自身にも向けてる言葉だと思うんですよね、きっと。その白マントと関係を持ってしまったりとか、ヴィセーリスの遺言を聞き間違えていることを認めれなかったりとか、彼女はそのハイタワー家としてアリセントハイタワーとして生きてきたけれども、もうそれにすごく疲れてしまって、彼女にとって緑色のドレスを着ることってある意味鎧だったと思うんですよ。はい、なのでその重たくて苦しい鎧を脱いで真っ白のワンピースでただのアリセントとして戻れた時間だったとも思うんですけど、うん、でも見ててすごく苦しかったし、ちょっとなんていうか自然に触れたくなる時間ですよね。なんていうかね、うん、確かに。でもこの世界で白いワンピースってなかなか珍しいですね。うん、まああれ下着みたいな感じだと思うんですけどね、あの時代の、うんうんうん、なのでやっぱり真っ白の状態をなんか感じに行きたかったのかなっていう、鎧を脱いでね、うん、はい、うん、アリセントの衣装ってすごく保守的ではあるんですけれども、やっぱその保守的なドレスこそがやっぱアリセントを表すものであって、でもそれは自分を苦しめてる鎧でもあるだろうし、彼女がその服を脱ぐシーンっていうのはすごく意味があったんじゃないかなと思います。うん、はい、あと彼女が歩いてたの森にピンクの花とかがね風に揺られて映ってたんですけど、うん、なんか特徴的でしたね。そう、なんかあえて入れてる感じでしたよね。うん、もともとはそこに生えてたのかちょっとわかんないですけど、ジギタリスっていう花で、結構ヨーロッパとかでは主流な花なのかな、なんか家庭菜園とかでも日本でも多分植えられてる方とかいると思うんですけど、不吉とまでは言わないけど毒性がある花だったりするんですって。うん、なんか強心剤とかにもなるんですけど、あまりその処方を間違えすぎてしまうとあまりよろしくない症状が出てしまったりとか、なんかそういう花をあそこに、アリセントがああいう風になってる状態であそこに映し出すっていうのも多分メッセージ性があったんではないかなと
思います、うん、なんかハリーポッターとかにもね出てくるんですよね、あの花。あ、そうなんですか。なんかディメンターが来た時にシューって枯れちゃう花だったりするんですけど、そう、なんか狐の手袋っていう風にも呼ばれてるんですって。でその狐ってそのアリセントのお母さんの実家の紋章、うん、フロレンティケね。あ、そうですね。そういうのもなんかもしかしたらちょっとインスパイアされてあそこにわざと植えてんのかなとも感じましたね。花言葉は不誠実だそうなので、まあ、その自分が抱えてる不誠実さにすごく苦しめられてるキャラクターですよね、うん、確かにそう考えるとわざと入れてる感ありますよね、うん、はい。そして次ラリスについて話していきたいんですが、今回やっぱり、まあ、ラリスも先週ぐらいから違った動きをね見せてくれてますよね、うん、ラリスの最大の疑問はなぜエイモンドにシースモークの信頼なのと言わないのっていうね、うん、思いましたよね、はい、でてか、まあ、そもそもなぜジャスパーワイルドがラリスに相談するのっていうところから疑問なんですけど、うん、ジャスパーって基本的にラリスのことを見下してると思うんですよ、うんうん、あの前回のエピソードでもラリスが王の手になると思いきや、いやお前のことじゃないよバカみたいなエイモンドに言われて、その時ジャスパーはフンみたいな笑ってたと思うんですけど、うん、結構いつもラリスのことをバカにしてるのに割と重要なことはラリスに直接相談するんだっていうね、うんうん、秘密についてはちょっと苦手意識があるんじゃないですか。そうですね、うん、エイモンドにどう言おうか迷ってたのかな。それかやっぱエイモンドって誰が見てもちょっと暴走し始めてる感はあるので、うん、たとえそのラリスを見下していたとしてもこのままストレートにエイモンドに伝えてしまうとちょっとやばそうっていうのはジャスパー的にも分かってるから、一旦ちょっと商標議会のメンバーで共有しといた後にエイモンドに伝えようみたいなのもあったんじゃないですかね、うん、そうですね、うん、まあ、それもあるし、もしかしたらまだ不確かな情報だったんで、うん、噂の段階でエイモンドに伝えるのもあんまり良くないのかなと思っちゃったのかな。なるほどね、自分の目で確かめてから、うんうん、でラリスの耳にもシースモークの信頼度のことが入るんですけど、うん、結局あの二人はエイモンドに言わないんですよ、はい、だからラストの商標議会中にドラゴン来たぞみたいな混乱する中でラリスとジャスパーが目が合うんですけど、うんうん、あれは多分報告してないってことですよね。そうよね、うん、でラリスはこのシースモークのライダーしかりレイニラが落とし子を集めてることしかり、なぜ密告者の長として把握できてないのっていうのが疑問なんですけど、うん、それは能力がないからなのか、それともわざと本当は知ってるんだけどあえて報告してないだけ、うん、それかもうホタル不足ちゃいます。うん、てかまあレイニラが落とし子集めてるのって庶民の中では多分話題になってたじゃないですか。めちゃくちゃ話題よ。てか居酒屋の中でみんな叫んでたし、うん、あれがラリスの耳に入らないっておかしいと思うんですけど、はいはい、うん、多分わざと報告してないと思うんですよね。ていうのも、うん、まあラリスってエーゴンを早く回復させようと思ってるじゃないですか、はい、エーゴンに早く回復してもらわないと自分の立場は厳しいんで、うん、だからあえてエーモンドにちゃんとした情報を与えず、うん、エイモンドを追放しようとしてるのかな。そうですよね。なんかエイモンドに落ち度を作りたいのかもしれないけど、なんで密告者の長やのにそんなこと知らへんねんって白羽の矢が向くのも分かってるじゃないですか、うん、結構なんか賭けに出てる感はありますよね、うん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 、そんなラリスの忠誠心がやっぱりどこにあるかっていうのが一番大事なポイントなのかなって思うんですけど、はい、自分自身っていうパターンもありますよね、リトルフィンガー的に、うんうん、それかもうやっぱりああいう体になってしまったエイゴン君に心底、まあ、あの自分と同じものを感じてこのままエイゴン2世を王にしてあげようっていうようななんかそういう気持ちが芽生えてる可能性もなしではない。うん、今回もちょっとスパルタ的なリハビリをねさせてたんですけど、うん、はい、うん、まあでもそんなことよりも私はジャスパーワイルドにおめでとうって言いたいです。なんかしましたっけ。
かり初めて商標議会の部屋から出ることができました。あ、確かにそうか、いつも座ってたんですよあそこに。確かに、てか初めて立ったんじゃない。そう、いや立ったのは多分お疲れ様ですの時に立ってたんですけど初めてあの空を見たんちゃうかなっていう。うん、確かに外にいるイメージないですね。ビタミン D 作っていこう確かに日が大事ですからね。はい、うん、あとラリス の, あのパフスリーブもちょっと気になってるんですけど。パフスリーブ、いや意外とね彼の衣装ってなんか王子様チックのパフスリーブなんですよ。あー、ふわっとしてるやつ。そう、ふわっとしてて、はいはい、あそういう感じっていう。あー確かに、いつも、あー確かに衣装が気になるのよ彼の。うん、あそこになんか詰めてんのかなと思って。ホタルまさかのホタル。まあね、そんなラリスはエイゴン君に今回も厳しめのリハビリをしてましたけど、ちょっと見ててね悲しくなりましたよね、苦しいというか。そうですね、やっぱトム・グリーン・カーンに演技うまいなって思うんですけど、はい、なんかあんまりセリフはないんですけど最近、うん、それでもなんかエミー賞を与えてやりたいなっていう、うん、彼はもう耳を失ってるのかな、片耳失ってんのか、やけどなのか。ゴッホチックになってますよね、ちょっと。そうですね。うん、今回、リハビリ中に歩こうとしてて、うん、バキッと落として落ちるじゃないですか。はい、あれって、杖が折れたのか、自分の足が折れたのか。いやいや、足はもう折れてるから、杖が折れたんと思うよ。あれ、だったらよかった、うん。すごい嫌な音だったんですけど。そうね。うん。うん、オーワイルさんもちょっと困ってましたよね。そうです。あんたが言ったからリハビリしてんのになんかもうかわいそうすぎるやんみたいな。うん。まあでも早く元気になってもらいたいですね。はい。そしてまあエイモンドくんなんですけど、今回出番が少なかったとはいえ最後やっぱ盛り上げてくれましたし、うん、なんかね、あの、馬の乗り方がね、うん、よかったよね。よかったですね。なんていうか、飛び箱系でしたよね、うん、あれスタントマン使ってんのかな。いやー、なんか馬に乗るのもかっこよかったし、あの乗ってから門を開けろって言ってバーって馬で走っていくあのカメラワークもめちゃくちゃかっこいい。うんうんうん、確かに、はい、あとバーガーが野ざらし系でかわいそうだった。そうですね、やっぱ大きすぎるからドラゴンピット入らないんでしょうね。え、やっぱあれ雨ざらしなの。雨ざらしでしょうね。かわいそう。でも雨が好きなんじゃないですか。そうなんや。いや、わかんないですけど。そりゃ穴も開くよ、あの翼に。まあ確かにドラゴンピットって入れないんかな、うん、今結構ガラ空きだと思うんですけどね。むしろドラゴンピットを追えるんじゃないですかお、翼広げたらもうちょっとドラゴンピット大きくしてもよかったんじゃないですか、うん、予想以上にね、バーガーが、うん、バーガーになってしまったんで。はい。あとエイモンド君はあの暴動に巻き込まれていたキングズガードを今回壁送りにしてたんですけど、うん、私たち前回の解説でこの3人とももう亡くなってしまったんじゃないかなっていうふうに予想してたんですが、はい、亡くなったのは1人、レオン・エスターモント、はい、だけで、あとの2人はどうやら生き残っていたようですね。そうですね、うん、エダード・ウォーターズとマーティン・レインですね、うん、まあもう見ることはないのかな。じゃあ今回で最後でいいですか、あの相関図。そうですね、まあ壁のシーンはないと思うんで、うん、もういいんじゃないですか。彼らが壁送りにされたのは結局あのアリセントの言いつけを守らず剣を収めなかった、そして暴動がちょっと火に油を注いでしまった形になったってのもあると思うんですけど、シンプルにあの無能だからってのもあるでしょうね、うん、エイモンドにとってはね。私はそっちの方だと思います、うん、エイゴの友達でしたからね、うん、エイモンドにとっては何の価値もないんで、うん、まあ、適当に理由作って追放できたっていう。はい、うんうん、それでラストシーンなんですけど、最後シルバーウィングを追ってドラゴンストーンに向かうじゃないですか、うん、エイモンドとバーガーが。でこれ疑問に思ってる人が多いかもしれないんですけど、キングザランニングとドラゴンストーンって距離的にまあまあ近いんですよ、うん、だからねすぐ行けちゃうんですよね、うん、であの地図を確認したんですけど、多分ね
壁の長さと同じぐらいなんですよね。へえ。で、壁の長さは300マイル。うん。キロにすると480キロぐらい。はい。なので、多分、東京都港区から兵庫県に飛行してる同じ距離。それはまあまあ近いに入るんですか？ちょっとドラゴンのスピードがわかんないんですけど。でも新幹線でも2時間半とか3時間かかりますよ。でもね、壁よりちょっと、もうちょっと近そうでした。言うたって400キロあるでしょ。うん。それは近いと言えるのか。近いんじゃないですか？え、でも、わーって追いかけてって400キロって結構きつないですか？そうですね。バーガーのスタミナ持つんかな。だって往復しないと、しないといけないでしょ。そうですよ。うん。しかも全速力で行って帰ってくる感じでしょ？うん。バーガーもきついし、やっぱエイモンド君も、もう目乾いてしゃあないっていうか、口もなんか気づいたら歯と上唇くっついて歯、なんか口閉まらんみたいになりそうじゃないですか。風強い時になるじゃないですか。うん。手動で口閉めんと口閉まらんみたいな現象ね。ねえ。起こりそうですけどね。水も飲めない、口も乾く。うん。困っちゃうな。そうですよ。まあそんな今回、ノークリスピンだったのが、私的にはすごく心が穏やかに視聴できた回でもあったんですけど。そうですか？意外とね、寂しかったっていうような人もいらっしゃったりして。私は結構寂しいですね。そう、いや、見たいというか、クリスピンが出ない回ってなかなか珍しいかな。うん、基本出てますよね。そうですね。うんうん、うん、そして最後に水槽派で押さえておきたいのは、デイロン・ターガリエンの愛竜テッサリオンという名前が出てきまして、うん、ジャスパーワイルドの報告によると、ついにデイロン様の愛竜テッサリオンが飛び立ちましたと、うん、もうすぐ戦に加われそうですよ的な、はい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 、話をしてて、うん、デイロンの愛竜はデロリアンではなかったということが、ね、今回明らかになりましたテッサリオン、うん、これは英語なの？いや、どうなんだろう。バリリア語？バリリア語っぽいですね。いや、でもね、このデイロンとテッサリオンの名前聞いてちょっとホッとしたっていうか、はい、シーズン2始まる前は登場人物多すぎる問題でデイロンもテッサリオンもカットされるんじゃないかなと思ってビクビクしてたんですけど、うん、これで出ることが確定しましたよね。そうね、まあ来週のファイナルエピソードでは出ないとは思う。出るかな、どうなんだろう、ちょっと映るのかしら。なんか遠くから映るかもしれないですね。でも研さん的にはこのデイロンはしっかりしたキャラクターでしょ？ちょいキャラとかじゃなくて。いや、めっちゃメジャーキャラですよ。なのであれば、キャスト発表とか今後すると思うので、そうなったらシーズン2エピソード8の最終話ではチラ見せぐらいで、シーズン3からがっつり配役を決めて、うんうん、撮影されるんじゃないかなってとも思うんですけどね。そうですね、うん、前回のエピソードでデイロの年が16歳って分かったんで、うん、まあ若いんですよね。手紙に興味ないんでしょ。手紙に興味ない16歳なんですけど、うん、シーズン3って多分2年間ぐらい空いちゃうんですよね、はい、だから今キャスティングしたらもしかしたらブランみたいにめっちゃ老けるかもしれないから、うん、まあね、うん、意外な成長を遂げるパターンね。今は遠くから映しといて、うん、本物のキャスティングは、まあ、来年とか、うん、撮影した時に決めるという。それか超醜い兜とかぶせられるかって感じですね。初回のハイタワー家のグウェインみたいな感じでね、うん、まあでもこのデイロンが出てくれるってことはちょっといいニュースでしたよね、うん、めっちゃ期待したい。はい、では次、ハレンホールに舞台を移したいと思うんですけれども、まあ、今回リバーランドの最高領主オスカー君がね、また出てきてくれて、うん、頼もしい成長というか、うん、オサとしてね、うん、腹くくってきたなという感じがしましたね、うん、なんか皆さんハレンホールのシーンあんまり好きじゃないかもしれないんですけど、うん、私はこのエピソードのハレンホール最初から最後まで全部良かったなと思ってて、はい、でこのオスカー君がねすごい良くて、うん、彼はキャトリンの先祖になるんですけど、うん、堂々としてていいキャラで、ゲームオブスローンズのリアナモーモントを彷彿とさせる感じがありましたよね、うん、
で、彼は一番最初に登場したのはエピソード4だったんですけど、その時はすごいおどおどしてて、デーモンにビビってる感はあったんですが、もう今となっては別人ですよね。そうですね。でもあのデーモンにすごい嫌味なことを言われたからこその成長もあったんじゃないでしょうかね。うん。はい。で、今回このハレンホールのシーンで川岸の諸侯たちが結局どういう取り決めをして、どういう決断に至ったかっていうのがちょっと分かりにくかった部分もあったので、これまでの彼らの、まあ、国葬派水葬派どっちについてたのかっていうようなちょっと不透明さもあり、彼らの、今回の動きをおさらいしたいと思います。まずこれまでは最高領主はグローバー・タリーという、まあ、おじいちゃんで、このオスカー君の祖父にあたる人物でしたよね。はい。なので前回このオスカー君が登場した時は、彼はグローバー・タリーの代理人として来たので、まあ、デーモンにお前は用はないというふうに追っ払ってしまわれてたと思います。実際にその国葬派水葬派に彼らがどっちについてるのか分かんないっていうのも、ブラッケンは水葬派、そしてブラックウッドは国葬派についていて、彼らのいざこざは、燃える水車小屋の戦いでね勃発していたりして、で、今回そのおじいちゃんだったグローバー・タリーが亡くなったことで、もう一度ね、このオスカー君が今度は最高領主として、この川岸の諸侯たちと共にこのハレンホールにやってきていたシーンだったと思います。で、デイモン、そしてオスカー、さらに川岸の諸侯たちの、まあ、欲しているものをおさらいしたいんですが、デイモンはまず、軍が何よりも欲しいんですよね。うん、なのでタリー家たちの軍が必要になってきます。そしてオスカー君はレイモンは、果てしなく嫌いなんですけれども、自分の祖先が決めた誓いとか忠誠心とかを捨てる理由もまたないという状況です。そして川岸の諸侯たちは、伝統を何よりも重んじているので、最高領主の意見に従うまでという固い決意があります。この各々の、欲しているものを確認した上で最後残ったものは何かというと、ウィレム・ブラックウッドが忠誠心からではなく自らの欲望を果たすためにやった蛮行だけが、まあ、残るわけですよね。だからまあオスカーは川岸の諸侯らをまとめるためにウィレム・ブラックウッドを処刑せざるを得ない状況を作るんですけど、うん、その判断と処刑自体はデイモンに委ねる。まあ、言い方を変えると、デイモンを試してますよね。めちゃくちゃうまいやり方というか、そう、むしろデイモンより政治うまくないっすかみたいな。いや、もう100倍うまいでしょ。感じでしたし、やっぱ堂々とした感じがね、僕は、幼いし領主になったばっかりだから、川岸の諸侯たちが僕を信じるかどうかもちょっと分かんないんだよねっていう風に最初は言ってたけど、うん、もうこの彼の態度を見たらやっぱ川岸の諸侯たちはもうついていきますっていうね、うんうん、感じでしたよね。そうで、まあ次はデイモンの決断とビジョンについて話したいんですけど、うん、今回まあウィレム・ブラックウッドを処刑することになるんですが、処刑すること自体デーモンなら全く問題ないと思うんですよね、うん、ただデーモン的には若造にほぼ命令されるのは気に食わないんでしょうね。はい。まあ、実際シーズン1の時ってデーモンベーモンド・ベラリオンの首を簡単に落とすんですけど、うん、全く躊躇せずにね。で、今回はウィレム・ブラックウッドも同じ状況だったんですが、うん、オスカー君に言われるのは気に食わない、うん、って感じがしました。うん。で、まあ、それよりもアンヘルシー微生物なんですけどね。ね、うん、ヘルシーではとどまらせてくれへんかった。そう、アンヘルシー微生物はデーモンに助言をする形で登場してきてくれたんですが、うん、というかまたビジョンありましたね。そう、やっぱ王冠を欲するとか玉座を求めるっていう課題はね、うん、まだ残ってたので、うん、まあ、ビシーリスとの関係はすごく良さそうだったんですけど、うん、まあ、それは前回ごめんなさいと謝られたからね、うんうん、まだちょっとデーモンにはセラピーが必要で、うん、愛すべき不完全こじらせおじさんですから、もうさすがに今回で終わりでしょう、うん、で、まあデーモンは王冠が欲しいのかっていう問題なんですが、うん、彼自身何がしたいのかわからないと思うんですよね。はい。で、
デイモンは玉座が欲しいのか、それともビセイレスとかレーニラとか母親のアリッサとか、まあ、他人から愛さえあれば十分だったのかなと思ってて、うん、で、あの広間に集まる前、オスカーと2人で話してる時に、オスカーからみんなあなたのことを嫌ってますよって言われたデイモンは、奴らの愛はいらん、欲しいのは剣だと苦し紛れに言い返すんですけど、うん、本当かなと思ってて、で兵を集めたいのは間違いないんですけど、うん、デイモンが本当に欲しいのは兵じゃなくて愛なんじゃないかなと思ってて。なるほどね、うん、うん。対するレーニラって多分愛されキャラですよね、どっちかというと、うんうんうん、なので自分に持ってないものを全て持ってるレーニラがやっぱすごく羨ましいのはあるしね。今回はまだ王っていう、あの王杯アレルギーが発動してましたからね、うん、そうですね。で実際アンヘルシー・ビセイリスから冠、まあ、要は玉座を受け取るとか奪い取ることができたかもしれないんですけど、うん、デーモンはそうしなかったんですよね、うん、でデーモンって嫌なことがあったら逃げたり、あるいは自分に従わない人が現れたら暴力で解決してきたんですけど、うん、今回は若造のオスカーの挑発にも乗らずにプライドを捨てて謙虚になったと思うんですよ。そうね、ちょっと熱くなりすぎてたと思うって、まず自分のことを受容できてたとこはありましたよね。そう、うん、そういう面も出てきたし、本当に玉座欲しいのかなってまた向き合えたと思うんで、うん、やっぱデーモン 2.0 をこっから始動するって感じです。もうシーズン2終わりますけど大丈夫ですか？丸々1シーズン分かかっちゃいましたけど。いやそうよ、もうこじらせ具合がさ、やっぱもう長年の歴史ですから、うん、それをやっぱ変えていこうと思うなら、デーモン自身がね、誰かに何か言われたからとかじゃなくて、デーモン自身が自分で何か気づくしか変わるって方法はないんでね、うん、私今回も本当は別に、まあ、首を落とすことには躊躇しないと思うけど、意に反するなんていうかことじゃないですか、うん、それを王という立場だったらしなくちゃいけないんだっていうのも学んだだろうし、うんうん、自分のやりたいことだけやってればいいのか王じゃないっていうのもね、うん、そうですね、はい、気づけたと思うので、うん、まあいいセラピーが順調にゆっくりでも着実に進んでいるんではないでしょうか。そうそう、今ねキャミさんすごいいいこと言ったと思うんですけど、うん、今までデイモンって自分が一番というか、自分が言ってきたこと、行動してきたことって絶対叶ってきたと思うんですよ、うん、けどこうやってリバーランドに来て、あれみんな俺に従わないんだって結構びっくりしてると思うんですよ、うん、だそういう意味でもやっぱこのハレーホールに来て、ちょっとスローペースかもしれないんですけど、うん、最終的には意味があるっていうか、デイモンの物語につながってくると私は思ってます、うん、でもね、面と向かってあんた嫌われてんでって言えるってすごいですし、うん、言われるってめっちゃ悲しいですよね。めっちゃ悲しいけど、あのオスカーくんの顔めっちゃ良かった。よかった、ね、俳優さんもいいですよね。かわいいね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、うん、はい、まあ、今回あのハレンホールといえばで登場してきたあのアリス・リバーズがいなかったんですけど。いや、いましたよ。嘘、メンフクロウヤブッドじゃない？やっぱりウィアウッドの中の人？中の人か、ヤギか、ワンチャン・ビセイリス。あ、ワンチャンというか、ビセイリスだと思いますよ、私は。デイモンの頭の中に入り込んでるってことですね。そう。うん。やっぱ、アリスは、デイモンの味方なのかな？専属セラピスト。うん。デイモンに、助言をしたいんでしょうね。それこそブランみたいに未来がなんとなく分かってるから、うん、そこへ向かわすための導き手的な役割を担ってるのかもしれないですしね、うん、そんな感じしますね、うん、あ、そうだ、余談なんですけど、ウェアブッドといえば顔があるじゃないですか、うん、ハレーホールのウェアブッドね、あれはモデルがありまして、はい、なんと原作者のジョージ・ R.R. マーティンでした。あの横顔がね、うん、ぽいですよね。そう、鼻がちょっと丸っこくて可愛い感じ、うん、これはマーティンっぽいじゃなくて、もうマーティンを描いてます。へー、インサイドストーリーで
やってたんですけど、マーティンの写真ペタペタペタって貼ってね、そうそうそう、360度見ながら、うん、マーティンの顔を彫っていたと、はい、マーティン自身もこの木のセットのところにね、うん、遊びに行ってますしね、そうですね、うん、ライアン・コンダルと一緒に写真撮ってました。はい、さあでは国葬派に参りましょうか。はい、はい、今回コアリー・スペラリオンがアリン、そしてアダムの両方と接する場面あったんですけれども、ちょっと彼らに対する温度差が気になりませんでした？うん、コアリーズはアダムに対して息子として認めるチャンスはあったんですけど、うん、結局 Well done の一言だけ、うん、うん、なんで言わないんでしょうね。でも内心喜んでた感じもするんですけどね、うん、うん、ちょっと照れてるのかな、うん、でアリンに対しては弟がドローン乗ったらしいんだけどどうなん、やってみるみたいな雰囲気を出してましたよね。うん、まあでもやっぱり大事なのは結局このアダムとアリンはコアリーズにとっての何なんっていう、うん、とこだと思うんですけど、どうやら今回の会話から察するにおそらくアダムとアリンの母親は一緒っぽい感じしません？うん、そして、まあ、コアリーズの落とし子であることはもうほぼほぼ確定になってくると思うんですけど、まあ、アダムとアリンの父親はコアリーズ共通だったとしても母親は違う説もあったとは思うんですよ、はい、ただ今回の会話から感じるとお前の母親の血統はちょっとよくわかんないんだよねと。でもあのアダムが乗れたってことはアリンにもちょっと可能性はあるんちゃう的な話をしてましたよね、うん、うん。でもやっぱこれに対してアリンは私は潮と海ですからとはっきり言ってそれ以上は何も求めませんというふうにね、うん、言っててすごくかっこよかったんですけど、これはやっぱベイラちゃんの私は炎と血でできてるからっていうようなそれの対比にも取れるので、なんか私の中でコアリーズはこのベイラと比較できるアリンのこの決断を聞いて、お、こやつはもしかしたら潮の主に行けるかもっていう風に思ったんではないかと感じました。そうですね、うん、うん、はい、そしてそんなコアリーズの孫にあたるレーナちゃんなんですけども、今回ベイリのアイリー城を立つシーンがね描かれていました。はい、レイナちゃんなんですけど、ラリスとジャスパー・ワイルドの会話から彼女は14歳の時にシースモークに乗ろうとしたけど拒否られたってことが判明しました、うん、が彼女は今でも決して諦めてないはずですよね。はい、うん、で、まあ、イケズのジェイン・アリンさん、うん、今回も出てきてめちゃくちゃ阪急電車やった今回も、うん、でもなんかすごいかっこいいですよね。うん、でそのジェン・アリンなんか企んでるんじゃないかなと思って、はいはい、レーナがワイルドドラゴンを追いに行くって分かってますよね。そうですよね、あの感じだと、うん、でも止めてないから、うん、レーナちゃんにワイルドドラゴンを獲得してほしいのかな。あ、そっち？いや、分かんないですけどね。私は獲得するっていうよりかはもうワイルドドラゴンにやられてどうにでもなれっていう表情に見えました。やっぱ先入観がいけずやからかな。うーん、まあでもちょっと読めないですけどね。うん、登場シーンが少ないから、うん、彼女の、まあ、そもそも企んでるかどうかわかんないんですけど、うんうん、で、まあ、レイナちゃんがシースモーク無理だったんですが、もっと獰猛であろうワイルドドラゴン、うん、いけんのっていう感じなんですけど、うん、でもあの流れ的にやっぱレイナちゃん乗るんじゃないかなとも思うんですが、まあある意味どんだけ求めても乗れない人生を歩むタガリンがいてもいいんじゃないかなとも私的にはやっぱ思うとこもあって、うん、なんかレイナちゃんの苦しみを感じてるターガリエンって今の時代のターガリエンではいないと思うんですよね、うん、例えばかつてのエイモンドは同じような苦しみを味わってたと思うんですけど、うん、やっぱ今回その、 あのターガリエンのお年子と呼ばれるしかもおっさんたちが乗れちゃってるわけですから、うん、それってレイナちゃん的には、まあ、ある意味
年齢なんて関係なくいつからでも始めれるんだっていう希望にも思える一方で、あの人たちが乗れて私乗れないってやっぱ私ってなんなんみたいなとこもね、ジェイス以上にもしかしたら傷つくことかもしれないですよね。そうですね、はい、なんせそのレイナちゃんは生粋のターガリエンだから、どっかしらやっぱターガリエンなのにっていう言葉がちらついてると思うし、うん、あのなんだろうな、周りからもそういう目ってひしひしと感じてきた人生だったと思うんですよ、うんうん、はい、でもやっぱりレイナちゃんの苦しみってレイナちゃんにしかわからないだろうし、ドラゴンに乗れる人の気持ちってもちろんドラゴンに乗ってる人にしかわからないけれども、ドラゴンが欲しくても手に入れることができない、乗ることができなかった人の気持ちはレイナちゃんにしかわからないわけですからね、はい、だからドラゴンがいないからこそできることをレイナちゃんには成し遂げてほしいなとも思う一方で、やっぱりね、願ってきたことだからぜひ乗ってほしいなという気持ちもあるし、やっぱ見守るしかないところがね、ちょっと心苦しいんですけど、うん、やっぱそのターガリエンなのに乗れない、かわいそうだねっていう眼差しこそが一番レイナちゃんを傷つけてると思うので、やっぱ何も言わずにそっとね応援することしかできないですよね、うんうん、でも彼女今ドラゴンを多分探しに行くじゃないですか、うん、で本来のミッションというか、子供たちエーゴンとかヴィセーレスを放棄することになっちゃいますよね、うん、ドラゴンを獲得してから追うことも、まあ、できるかもしれないんですけど、うん、難しいと思うんで、じゃあワイルドドラゴンに乗れてワイルドドラゴンで合流ってことですか、インレジオハラティスハウス、うん、いやまあなんかどうなんでしょうね、うん、てかディスコードでもこの話上がってたんですけど、はい、ワイルドドラゴンってクラついてないじゃないですか、そうね、うん、だから仮にですよ、仮に乗ることが許されるのであれば、うん、どうやってドラゴン乗るのっていう、やっぱ素手タイプじゃないですか、デナーレスと一緒で素手また開きタイプでしょ、握力マックスタイプね、うん、いやでもレイナちゃんが一番、なんで私の何があかんのってレイナちゃんが一番思ってるでしょうね、うん、はい、まあそんなレイナちゃんと同じような苦しみを、同じようなというか今回ちょっとプンすかしてたジェイス君、まあいつもですけどね私ジェイス君あんまり好きになれなくて、ずっとなぜだか、うん、今回もなんかジェイス君の気持ちが分かるっていうね声もある一方で、私は分かるけど分かるけどみたいな感じになっちゃうんですよね、うんうん、まあそもそもなぜこんなにジェイス君が怒ってんのか分かんないっていうね人もいたと思うのももちろんそうで、もともとこのターガリエン以外の人たちをライダーにしようと提案してきたのはジェイス君なんですよね、はい、けど今回はそのターガリエンの落とし子たちを乗せるっていうレイニラの提案というか、まあ、ミサリアのささやきによってこのレイニラがね動いてしまったこともやっぱ彼の怒りを増強させた原因にはなっていると思います、うん、はい、でそもそもジェイス君を苦しめているのはやっぱその見た目とかやっぱ生まれだと思うんですよね。ターガリエンにはない黒髪を持っていること、そして落とし子であるということを自分ではもうはっきりと分かっているということなんですよね、うん、であとはやっぱりあの大事な戦略的なことをあの相談してもらえない苦しみ、僕って本当に後継者として母親から思われてるんだろうか的なねこともあると思うし、やっぱ同じ生まれのルーク君とかがねそばにいてくれるだけでだいぶあの和らいでたと思うんですけど、やっぱ今ちょっと彼こそ一人ぼっち的なねとこありますよね、はい、うん、で今回レイニラが連れてきたのはジェイス君と同じターガリエンの落とし子ではあるんですけど、もう見た目はもうめちゃめちゃターガリエンで、なんなら自分は黒髪だからよりターガリエンっぽい彼らが急になんていうか同じ土俵にやってきてしまった感じがね、どうにもやっぱ自分の地位を揺るがすんではないかというその不安とか恐怖心が彼をやっぱ反発させて、怒りっていうね感情にさせてるんだと思うんですけど、うん、やっぱヒューとか急に来ちゃったわけだから
それはやっぱなんでやねんというふうにはね、うん、なるでしょうね。そうですね。でしかもヒューとアルファが獲得するバーミサーとシルバーウィングってジェイス君のバーマックスよりはるかに大きくて、うん、王っぽいドラゴンじゃないですか。うん、かつて王とか女王がね、うん、乗ってましたしね。そう、それも気に食わないんでしょうね。うん、でまあ、ジェイスはアイデンティティの喪失というか、自分はターガリンのライダーである正当な後継者だと思っていたのに、他の落とし子と変わらんじゃんっていうね、うん、それについても怒ってるんでしょうね。そうですよね。まあ、このジェイス君ってすごく他にはない運命を背負ってるキャラクターでもあり、やっぱそれが不安とかね、恐怖でいっぱいになると思うんですけど、やっぱそれでも何よりも大事なのはレイニラ本人がジェイスを後継者というふうに宣言していることだと思うし、やっぱあの氷と炎の歌の秘密をちゃんと叱るべきタイミングで伝えたはずなんですけれども、やっぱこれまでの混乱を目にしているのもあって、実際に後継者として宣言されたレイニラがいとも簡単にそれを剥奪されているというかね、あのそういう現場を目にしているので、それよりもやっぱり自分は男だとしても黒髪だし、実際落とし子っていうね背景がある中で、僕はこのまま大丈夫なん本当にっていうような不安はもちろんありますしね、うんうん、それこそさっきケンさんが言ったように、ドラゴンを手に入れたヒューとかアリンとかが今後その自分たちの方がよりターガリエンっぽいっていう見た目とか、そういう生まれを盾にして玉座を要求してくる可能性だってあるわけですからね。そうですね、うん、この血の収穫ってかなり危険な橋を渡ることになるんですよね、うん、まあ、新ライダーたちは例えばですけど水槽派に寝返ることもできますよね、うん、あるいはチーム落とし子を結成することもできるし、うん、レイニラじゃなくてデーモンにのみ忠誠を誓うこともできますよね、うん、で、まあ、例えばですけどステフォン・ダークリンのような高貴な生まれの人がドラゴンライダーになってレイニラを裏切る、うん、あるいは裏切りそうになったらレイニラ側は城とか家族を人質にとって反逆を起こさせないようにできます、はい、がアルフみたいなものは失うものがないからそれが通用しないんですよね。確かにね、弱みがないといえば、うん、ないですし、もうドラゴン乗っちゃえばピューンってね、それこそ本当オートに行ってね、今回みたいにアルフの、うん、なんか普通に水素派ですとか言えちゃいますしね、全然何でもできますよ。ですよね、うんうん、アルフとヒューが本当にレイニラに忠誠を誓うのかっていうね、うん、めっちゃ不安じゃないですか。確かに、まあ、アリもそうですけどね、うん、うん、だからもうここは人間性勝負ちゃいます。うんうん、だからエイモンドとかエイゴーにつきたいのか、それともあの自分を認めてくれたレイニラにやっぱずっとひざまずき続けれるのか。アルフとかヒューって言ってしまえばその育ち的にそういうものを習ってないわけじゃないですか、うん、なので使えるということの意味を全く分かんないままドラゴンを手に入れてしまうってかなり危険ではありますよね、うん、そうですね。ただそれしか今は選択肢がないと言われてしまえばそうだから、うん、やっぱ手に入れてしまったから今後ちゃんとどうするかっていうのをレイニラたちがちゃんとあの教え込まないとちょっと悲惨なことになってきそうではありますよね、うんうん、あのドラゴンのドライブテクニックとかよく分かってないんですけど、うん、シアラックスって絶対バーミサーとかシルバーウィングと勝負することになったらかなわないと思うんですよね、うん、たとえレイニラの技術が上だったとしても、はい、多分ね 2,3 倍ぐらい大きさ違うと思うんで、なのでもう最悪のことを考えるとバーミサーとかシルバーウィングがこのまま水槽派に行ってしまったらもう負けですよね完全に、うん、国葬派って大きさだけで言ったらね、かもしれないし、うん、結構いろんな可能性出てきましたよ。そうですよね、うん、そうか、アルフとヒューチームが作られてもね、そうそうそう、ターガリエン名みたいな、アルフとヒューが何でしょうね、北部に着いたりして、うん、チーム北部を作ったりとか、ああそっか、
そういうことね、うん、チームドーンとかね、そうそう、ドーンは独立してるから、うん、つきやすいんじゃないですか。そっかそっか、黒金諸島とかもね、うん、なるほど、うん、まあそんなレーニラはその計画性があるかどうかと言われたら今のとこないようにも見えるけれども、まあ選択肢としてね、今これをするしかないっていう風に追い詰められた状態で彼女はねやったと思うんですけれども、まあアダムのことがあったりしてミサリアの助言で、ドラゴンライダーとしてその高貴な生まれの人ではなくターガリエンの落とし子を、探すことにね決断したわけなんですけれども、まあやっぱそのシーズン1の頃からターガリエンにはたくさんの落とし子がいたっていうのはね見合わせがありましたもんね、はい、うん、それにしてもいすぎちゃいます？そうですね、80人ぐらい思ったより来ちゃったなっていうやつですよね。そうですね、うん、けどなんか場違い感のやついましたけどね。いや君は違うよねっていう、うんうん、ただその計画性があまりなさそうに見えるレーニラなんですけど、今回ちょっと彼女の中になんとなくちょっと冷たい表情も私感じたような気がして、っていうのも結構そのターガリエンの落とし子たちをすし詰めにしてそのオーディションさせるじゃないですか、うん、あれって、まあ、時間がないのもあったし手っ取り早さっていうのもあったと思うんですけど、ある意味レーニラにとってはこのドラゴンの血を継ぐ落とし子たちの存在って今はありがたいかもしれないんですけど、それこそ後々厄介になってくるじゃないですか、うん、なのでまあどさくさに紛れて全然死んでもらって大丈夫な存在でもあるというか、うんうんうん、最悪バーミサーとシルバーウィングの乗り手だけ見つかればもうこっちは OK ってことなので、うんうんうん、別に一人一人に慈悲を見せることもないから、あの状況ってのはある意味ちょっと計算されたようにも私は感じましたね、うん、うん、しかもみんな逃げようとしたけどさ、はい、騎士たちがさその部屋に閉じ込めようとしてました、ね、うん、これもディスコードでも上がってた意見なんですけど、最悪レーニラって戦いに全て勝ちましたってなった後ヒューとかアルフを野放しにしておくのって危険じゃないですか。めっちゃ危険ですね。だから戦いに勝った後ヒューとかアルフを殺してしまってもいいわけですよ、選択肢として。うんうん、あとヒューがバーミサーと絆を結べた時レーニラって上の方からひょこって見てくるんですけど、私的にはずっと見てて欲しかったんですよね、うんうんうん、けどレニラってヒューとバーミサーが絆を結べたのかなって思った時にひょこっと顔を出すから、なんていうかそこにもちょっとターガリエンの落とし子に対する、まあ、愛着はもちろんないんだろうなっていうような、そういうちょっと冷たさも感じる部分がありましたね。なるほどね、うんうん、私が気になったのは今回レニラって神とか運命に委ねるみたいな発言多くなかったですか。確かにね。そうで4回ぐらい言ってると思うんですけど、うん、運命を信じてる人の結末ってあんまり良くないイメージがあるんで、はい、このレニラの発言が結構気になりました。メリサンドル的なとこもあるし、そうそうそう、ちょっとそのそれこそビセイリスに似てきてる感はありますよね、うんうん、まあそんな冷たさも感じるレーニラだったんですけど、まあでもとはいえやっぱり優しさも持っててカリスマ性もある人なので、どっちかというとやっぱ本心としては乗せたくないんだけど乗せなければならない状況に置かれているっていう狭間ですごく揺れ動いてる感じでもね、うん、ありますよね、はい、うん、私はとにかくねレーニラの顔が好きなんですけど、はい、あのバーミサーとツーショットになるじゃないですか、うん、もうあれのずっと眺めてたい、まあ、できたらねレーニラに歌ってほしかったけどね。そうなのよ、みんな待ってたよね、全世界が待ってたよ。でもね私気づいてるんですよ、ヒューが奥さんのキャットと喋ってる時地味に裏の BGM であの呪文流れてました。え、そうですか。はい、マジで。今回はジャワニーが担当してくれてました。マジですか。あのちょっと編曲バージョンっぽかったんですけど、でもそれこそアルフが逃げ回ってる時とかも流れてました。
全然気づかなかった。私一回あのメロディ落とし込んでるんで、めちゃくちゃ過敏なんですよあのメロディ。あ、そうなんだ。ジャカリフィキロでしょ。流れてました。今週も出ると思わなかったな。ジャワニーガになってましたね。今回は、はい、もう一回聞いてみよう。あのジャワニーというのは誰やねんと思ってるね。心はウェスタロスを最近聞き始めた方のために説明しますと、ジャワニーとはラミン・ジャワディ先生のことでして、ゲームオブスローンズとハウス・オブ・ザ・ドラゴンの音楽を担当してくれている先生でございます。ジャワディ兄さんね。はい、はい、ジャワニーです。では最後、今回のタイトルにもなった血の収穫、まあハウス・オブ・ザ・ドラゴンとはこのことですよねというようなシーンがね、最後ドドンとありまして、まあ大興奮というか、これを待ってましたというようなねシーンになってたと思うんですけれども、そもそもこの血の収穫というタイトルが原作から来てる感じなんですかね。そうですね、うん、血の収穫は原作に出てくる表現なんですけど、うん、血の収穫あるいは刈り取りとも呼ばれてます、うん、あの血の収穫としてターガリエンの血が入ってるかもしれない落とし子たちを集めるんですけど、うん、彼らはドラゴンシード、日本語ではドラゴンのお種と呼ばれてます、うん、でこのドラゴンのお種っていうのはエピソード3で実はもう出てたんですよね、はい、居酒屋のシーンでアルフが自分のことをドラゴンのお種って呼ぶんですけど、うん、これは出てたんですがネタバレになるかもしれないからあえて解説してませんでした、はい、でこの英語の原作ではドラゴンシーツ、略してシーツって呼ばれてるんですけど、日本語ではドラゴンのお種で生まれた子、略してお種なんですよ、うん、すごい下ネタっぽくないですか。いや下ネタっぽいし、ちょっとおばあちゃんの名前っぽいですね。お種さんよみたいな感じじゃないですか。なんかちょっとイチャもあんまつけたくないんですけど、うん、この日本語めっちゃダサいなと思っちゃって。でも私のお日様、お月様的なちょっと幼稚さは感じるんですけど、あれはなんかすごい愛情があってよかったじゃないですか。でもあれなんか臭さがいいじゃないですか。うん、そうね、そうそうそう。お種って別に臭さないですよ。あんたお種なんていう。なんかすごい確かに卑猥チックな感じですよね。いや、おをつける意味があんまわかんない。種でよかったんじゃないと思うんですけど。うん、そうね。うん、お種って。お種さん。あなたも私もお種さんみたいな感じでしょ。そう、うん、まあそうです。お種はそっちの部屋ねみたいなことか。誰が言うの。レイニラが。あ、お種の風呂時間は9時半からやからみたいな。お種の控室。そうそうそう。とかあんのかな。うん、うん、まあ、今回アダムもだからお種の控室にいたわけでしょ。アダムもいたし、うん、ヒューも。ヒューはお種顔じゃなくない？いや、お種でしょ。お種みたいな顔してないじゃん。だからジェイスもお種でしょ。いや、ジェイスは違うんじゃないですか。でもお種でしょ。ジェイスはでも、ジェイスってでも落とし子なんかな、あれって。でも落とし子ではないでしょ。本当落とし子かもしれないけど。概念では落とし子なんじゃない？でも。概念的にはね。生着じゃないからさ。けど、落とし子、には認定、落とし子認定はされてないでしょ。うん、でもこれからやっぱ相関図の顔の横にお種の人にはお種って書いておきましょうか。種にしましょう。うん、そうですね、うん、はい。まあ、今回このお種たち3人がライダーになれたわけなんですけど、まあ、1人はアダム、そしてハマーのヒュー、そして白のアルフですよね、うん、でこの3人の血統についてちょっとね、チェックしたいと思います。でアダムはコアリーズのとこでもお伝えしたんですが、レイニラに対して母は船大工、父は名もなき人と言ってましたよね。うん、まあこれは父がコアリーズってことを隠してるんですけど、うん、アダムはなんで父をコアリーズってレイニラに言わないのかなって考えたんですけど、うん、まあ答えとしては父の方から自分の存在を認めてほしいから、だからレイニアに私の父はコアリーズなんですよって言っちゃうと、コアリーズ的にはなんか言わされる感が出てくるじゃないですか、うん、それを避けたかったのかな。
コアリーズの口から言ってほしい。コアリーズの口から聞きたい。あー、なるほど。私はシンプルにコアリーズに迷惑をかけたくないっていう考え、うん、もしくはアダムってすごく野心的なとこあったじゃないですか、うん、なのでそのコアリーズの落とし子っていう肩書きがついてしまうとそういう風に見られちゃうから、そうじゃなくてもうゼロからチャレンジしたいみたいな感じを読み取りましたけど、うん、うんうん、ちゃうかな。いや、あるんじゃないですか、うん、うん、コアリーズの落とし子だからこうとかっていう風に見られたくない、ただのアダムとして接してほしい、その上で評価されたい、うん、全然ありえると思います、うんうん、で母は船大工って言ってはいたんですけど、うん、もしかしたらターガリエンの血が入ってる船大工なのかもしれないですね、うん、まあ、答えは分かることがあるんでしょうかね。そうですね、まあ、コアリーズ自体がベラリオン家の人なので、あの家系図を見れば生まれは分かってるから、もう完全にベラリオンってことは多分分かってると思うんですよね、うん、なのであのターガリエンの血が必要っていうこれまでのルールに従えば、やっぱりアダムの母親の方にターガリエンの血が入ってるっていうのがね通常ですよね、うんうん、で次はアルフなんですけど、まあ、彼は謎です、はい、が彼曰くエピソード3で自分で言ってたんですけど、祖父はジェヘアリズ、父はベイロン、うん、つまりヴィセーリスとレイモンの腹違いの兄弟でレイニラの叔父、うん、でも多分これ嘘だと思うんですけどね。嘘だと思うし、アルフは自分でそう言ってたけど自分で信じてないですよね。そうだと思う、うん、だから彼自身もなぜ乗れたか分かってないっていう状態がもう本当に面白いですよね、ドラマとして、うん、うん、深掘りしがいがあるし、このアルフがなぜドラゴンに乗れたのかっていうことに関してはディスコードの方ですごい面白い意見があったので、それちょっと深掘りの方でね取り上げたいと思います。次はヒューなんですけど、うん、ヒューが妻のキャットに話してた内容としては、母は銀髪で召喚で働く、他のいとことは変わらない、ヴィセーリスやデーモンと、うんうん、でこれ予想なんですけど、お母さんの方が静寂なターガリン、うん、召喚で働くんですけど静寂なターガリンのはずなんですよ。なるほどね。で予想としてはセイラ・ターガリエンっていう人がいまして、はい、それはジェヘアリーズ王の娘がいたんですよ、うん、でこのセイラ・ターガリエンについては深掘りの方で話したいと思います。はい、てっきりそのターガリエンの王子が、うん、あの落とし子を作ってるパターンかと思いきや、もしかしたら、うん、ターガリエンのプリンセスがどこかで男性とそういう関係になって生まれた子供ってことですよね。そうですね、うん、このセイラっていう人はね結構スキャンダラスな人で、はい、結構セックススキャンダルがあったりしたんですよね。うーん、でまあヒューの言葉を読み解くと多分この子。なるほどなるほど、はい、じゃあ血の濃さ的にはもうジェイス君と本当に変わんないって感じですよね。そうですね、落とし子の落とし子とかではなくターガリエンの落とし子ですからね、うん、うん、はい、でドラゴンは関係ないんですけど、ヒューの妻の口からまたタンブルトンに行こうって言ってまして、うん、でこのタンブルトンっていうのはリーチの町の名前なんですけど、2回も言ってるし、これはおそらくシーズン3以降に出てくることが確定したと思いますね。なるほど、うん、あと多分残念ながら娘さんが亡くなってしまったのかな。うん、そう、なんかヒューってすごい見た目もかっこいいし、ぜひもうバーミさんに乗ってほしいとも数話前ぐらいから私は願ってたんですけど、でもいざこういう場面になって、あ、娘さん亡くなっちゃったんだって、奥さんはダンブルドン行こうって言ってて、私は別にレディになりたいわけじゃないって言ってくれる奥さんがいるのにもかかわらず、あ、戦に行っちゃうんだっていう切なさもちょっとありましたね。うん、うん、絶対奥さんついてきてないじゃないですか。そうですね、うん、奥さんを置いてって、娘を亡くして悲しみに暮れている奥さんを置いていってまで追い求めてしまうものがあるんだっていう
それでもあなたは戦に行くのねっていうような、なんかちょっとキャトリンの気持ちにもなるっていうかね、うんうん、そんな雰囲気がありましたね、はい、うん、でこのなんかさっきも出たんですけど、ターガリンのお年子多すぎる問題について話したくて、はい、ターガリンのお年子を作りまくってるのはやっぱ天下人としてやりたい放題できたからだと思うんですけど、うん、いつか報いが来そうっていうか、はい、あとね所有権も関係してると思うんですけど、うん、北部で誰かが結婚しますってなった時に、 A 子さんと B 子さんがね結婚しますってなった時に、理想的なのは、まあ、当たり前なんですけど、所有って A 子さんと B 子さんがするもんですけど、その A 子さんと B 子さんの領主にあたるネッド・スタークが先に A 子さんと初夜を迎えることができる権利ってことですよね。そうそうそう、うん、そう、だからなので自動的に A 子さんは最初にネッド・スタークの子を身ごもってしまう可能性がある。そう、うん、でターガリエも同じことができたはずなん で、うん、で確かこれってジェヘアリーズが廃止にしたのかな。へえ、そうですね、だからターガリエのお年子たちがたくさんいるのかもしれない。なるほど。というね、今までターガリエンの血の話をしてきたんですけど、うん、そもそもなんですけどターガリエンって関係あるのかなっていうのも疑問にあって、うん、まあアダムしかりアルフしかりね、うん、本当にこの人たちターガリエンの血流れてるのっていうのがね一番やっぱでかい疑問で、それこそやっぱターガリエンが自分たちの地位を揺るがないものにするために言ってるものっていう可能性もねまだまだありますからね、うんうん、ちなみにね原作読んでる人もね答え分かんないはずなんで、なるほど、うん、まだ解明されてないですね、うん、もしかしたらターガリンの血関係なくてバレリアの血かもしれないし、うん、バレリアの血すら関係なくて本当は誰でも乗れるかもしれない、うん、まあでも何かしらをドラゴン側がね感じ取ってるのは間違いないと思うので、うん、次はこの新しく出てきた新ドラゴンに焦点を当てていきたいと思います。まずハマーのヒューが絆を結んだドラゴンはバーミさん、別名黄褐色のフンヌということでどんな名前やねんっていう感じなんですけども、何しかも凶暴で、うん、まあ、今回もスナック菓子のようにアムアムって食べてましたからね人間たちを、うん、はい、もともとジェヘアリーズ王が乗ってたねドラゴンなんですけれども、もうこのあだ名通り色がちょっと黄褐色でバーガーの次に大きさを誇るめちゃくちゃ大きいドラゴン、はい、で歯がガチャガチャしてて可愛いんですよねちなみにシーズン1エピソード10で出てきたドラゴンもこのバーミさん、そうですね、はい、デーモンが歌う時ですね、うんうん、やっぱねレイニラがねバーミさんを呼ぶときめっちゃかっこいいんですけど、イデオでしょ、イデオイデオってっていうイデオで来ちゃうんだよね。ね、そうなのよ。しかも音も立てずに来たからさ、うん、壁にへばりついてましたよねそうですよね、後ろの方で隠れてただけなのかな、うん、で次はシルバーウィングですけど、アルフが絆を結んだシルバーウィング、うん、色はですね名前の通り銀かなと想像してたんですが、どうやら藍色っぽい。なんでしょうね、光の加減でちょっと銀にきらめくんじゃないですかね、きっと。うん、でもちょっと青も入ってる雰囲気ありましたね、うんうん、で大きさは多分ですけどバーミサーの次ぐらいかな。だからこのお年子たちは世界で2番目と3番目に大きいドラゴンを手に入れてしまったっていう話ですね。うん、でアルフとヒューの絆の結び方が対照的だったのが、まあ、良かったなと思ってて、うん、ヒューは人を助けようとして勇敢に立ち向かって、うん、で一方アルフは臆病でひたすら逃げ回ってる感じ、はい、でまあ、前回のエピソードのアダムもまた全然違う結び方だったんですけど、確かにね、うん、そう、なんかワンパターンじゃなくて良かったなと思いました、うん、あとさっきキャミーさんも言ったんですけど、バーミさんとシルバーウィングの前のライダーってビセイリスの一つ前の王様のジェヘアリスとその王妃のアリさんの愛流だったんですよね、うん、つまり夫婦でよく一緒に飛んでる仲だったはず、うん、もしかしたらヒューがバーミさんと絆を結び、それを
シルバーウィングが感づいたのかもしれないですね。うん、で、シルバーウィングも、え、私も欲しいんですけど。ってなって、アルフにアタックしたのかな。まあ、でも、もしヒューがさっき言ってたセーラー・ターガリエンの息子だったとしたら、まあ、ジェヘアリーズの孫にあたる人物ですよね、ヒューって。うん、なので、ちょっとその自分が前乗せてたライダーと同じような雰囲気を感じ取ったのかもしれないし、うん、さっきケンさんが言ったように、なんか人助けをしようとした、そういう勇敢さに惹かれたのかもしれないし、バービーさんって顔つきがやっぱちょっとヤギっぽくて、まあ多分おじいちゃんなんでしょうね。うん、で、ちょっと獰猛さもあって怖い感じもあるんですけど、このヒューと絆を結ぶときはすごく優しい顔になってたのがすごく印象的で、うん、なんかやっぱライダーによって感情も変えてくるんだなっていうのがね、うんうん、なんかドラゴンの生きた表情が見れてよかったですよね。うんうん、ヒューの顔もめっちゃ良かったけどね。良かった。かっこいいね。あれはちょっと来年あたりジャスティスリーグ出てるんちゃいます？なんかそんな雰囲気ありましたよね。うんうん、というかヒューは乗る感じはあったじゃないですか、うん、フラグ的なものが、はい、アルフは乗ると思ってました？いや全く思ってなかったし、まあ、丸焦げにされるとも思わないけれども、うん、なんとなくあの場を出してうまいことなんかレーニラに使える感じにはなるかもなぐらいに思ってたんですけど、うん、まさか乗るとは思ってなくて、本当になんかシルバーウィングもいらっしゃいませみたいな感じでしたよね。うん、卵踏んだけど、あ、一番下あかんやつですよね。いや、ドラゴンの絆結ぶ前に卵は踏んでないんじゃない？卵の周りのなんかネチョネチョ部分ね。うん、ちなみにアリンは乗ると思ってました？いや、アリンかアダムどっちか乗るかと思って言ってたけど、うん、前回アダムが乗ったからもうアリンはもう塩の主一択ですね、私の中で。けどアリンって銀髪を隠してるじゃないですか、うん、今回も早く伸びすぎてあのパン屋の帽子かぶってますねそう、あれクリスプンから借りたんじゃないどこでも売ってる、そのあれじゃないですか、ニューデイズとか売ってる帽子なんじゃないですかニューデイズ、ファミリーマートにしよう、うん、アリンはでも銀髪だから、うん、もしかしたら乗るんじゃないかなと思った人もたくさんいたと思うんですけど、うん、うん、乗らないんですね。そうですね、うん、うん、そうで、まあ彼らがね、そのドラゴン獲得するのがね、やっぱ映像の迫力がすごい良かったんですけど、めちゃくちゃ良かった、本当に素晴らしくて、うん、もうドラゴンのね、鳴き声とか息遣いとか存在している音すら全てがもう BGM になっててね。そうそうそう、うん、私最初見た時プロジェクターで見たんですけどね、うん、やっぱね映像もすごかったんですけど音、うん、音響ですよね、うん、ちょっと表現しづらいんですけど、バーミーさんゴロゴロ音、なんかエンジン音っていうんですかね、はい、あれがねすごくね、もう腹まで響く感じがして、わかる。そう、これこそね映画館で見たいなっていう作品だったんですけど、うん、バーミサーがなんかコロ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 みたいな音がすごい好き。うん、どの場面かわかります？いや、わかりますよ。あそこの流れが本当に良かった、音の使い方が。あとシルバーウィングはたまに私のお腹から鳴るみたいな音してましたね。お腹から鳴るお腹空いた時に鳴るみたいな音してましたね。あー、うーん、うーみたいな。うん、確かになんかドラゴンの見た目も違うんですけど、ドラゴンが発する音も全然違くて、それもいいなと思ってて、なんか全体的に初めてジュラシックパークを見た時あの感じを思い出しましたね。うん、うん、いや今回のエピソードでやっぱ迫力がすごかった。あ、あはもありましたよね今回。確かに、しかも2回流れましたね。そう、やっぱだからあの今回のあのレニラのかっこいいとこにために貯めてたんだと確信しましたね、うん、ここぞという時にやっぱ使いたかったんでしょうね。そうね、てかシーズン2の5話目と6話目ってこのエピソード7のためのなんかための回だったんですよね。うん、うんうん、そう、あとねレイニラの赤ドレス、はい、なんかめっちゃかっこいいなと思って、ね、よかったですよね今回の衣装、う
でも私すごい気になってることがあって、レイニラの衣装で、うん、これ多分気にしてるの日本人ぐらいだと思うんですけど、うん、あれって多分着物から着てるでしょ、インスパイア、うん、着物っぽいですよね。あのドラゴンストーン城での結婚式も着物をイメージしてたじゃないですか、シーズン1の結婚式のバリリア、古代バリリアの衣装は、はい、あれは着物から着てます。多分そっからつながりで、あの身頃とか着てると思うんですけど、前身頃っぽいですよね。あれが右前じゃなくて左前になってるんですよね。あー、そっか、私そこまで詳しくないから気にしてなかったんですけど、それがめっちゃ、着物はそうなんか、そう、うん、でドラゴンキーパーたちは右前なんですよ。あー、そうかな、うん、確認したらね、毎回そうかちょっと確認しきれてないんですけど、うん、今回に限りは、うん、レイニラとミサリアが左前になってて、うん、ドラゴンキーパーたちは右前で、うん、右前が合ってるんですけど、うん、その左前って言ったらその死に装束、うん、だからすごい見ててなんか嫌な感じがするっていうか、なるほど、うん、ゾワッとします、あの左前になってるのを見ると。でもそこまで意識してないっていうか、多分意味考えてないなさそうじゃないですか。いや、伏線だったらどうする？やだ、右とか左とか関係ないと思ってあのデザインをしてると信じたい。でもやっぱ日本人として着物からデザイン考えてるんやろうなと思ったら、なんで右前にしなかったんだろうっていうのはすごい思うし、多分ガウンの文化で逆にしてんのかなとか思ったり、うんうんうん、でもそれはずっとちょっと気になってますね今回、うんうんうん、で今回やっぱ最後にレイニラがあの赤ドレスを着てバックに3頭のドラゴンを構えて終わるわけなんですけど、もうあれがもうめちゃくちゃかっこよくて、うん、やっぱあれはターガリエンのイメージというか3頭のドラゴンをねイメージしてるのかなとは思うんですが、まあ、このシーンのね、スチール写真なんかが上がってるんですけど、なんかこれめっちゃ合成っぽくないですか？うん、確かにね。なんかプリクラっていうか、一昔前のプリントクラブ時代のプリクラを私思い出しちゃうんですけど。プリントクラブ？はい。あ、ケンさんアメリカにいたから知らん。いや、わかります。あ、わかります？私が多分小学校ぐらいの時にプリクラが流行り始めたっていうのは、教科書に載ってます。あ、教科書に載ってる。はい。なんかあのハサミがいらんタイプのプリントクラブね、うん、あのなんか背景っぽくてすごい違和感なんですけど、でもかっこよかったですよね。うん、そうですね、うん、なんかでも最後のさバーミーさ、うん、オーカ色っぽくない色してるのはちょっと気になったんですけど、あと顎も垂れてないからバーミーさっぽくない、うん、正面と顔が違うタイプかな、横と。あと今回ドラゴンキーパーたちがやっぱ怒ってたのもすごい印象的で、うん、国葬派の中でもやっぱり分断が感じ取れますしね。そうですね、うん、でもね、今回そのセリフでね、ダオール祭りだったんですよ。言ってました。ダオールめっちゃ多くて私的にめちゃくちゃテンション上がりました。なんとかかんとかダオール、なんとかかんとかダオール、なんとかか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 んとかダオールダオールみたいな。確かにダオールはゲームオブスローンズの結構出てくるからね。そうなんですよ。でもバーガーに乗ってたエイモンドもダオールバーガーバーガーダオールって言ってました。うん。でもさ、エイモンドが最後突っ込むとき、うん、バーガーはこのまま行っとるわみたいな感じでしたよね。でもエイモンド、うん、私はそう感じましたよ。いや、私起きたてのあくびにしか感じなかったんですけど、おばあちゃんの。いや、なんかエイモンドはビビってる。バーガーは全くビビってないと思って。へ、え、ぇー。うん、まあダオールはその消去打ち消しのねではないみたいな。そうでしたっけ。いいです。ザ・ドゥリーダス・ブスターリスコスダオールですか。ああ、ドラゴンは奴隷ではない。はい、はい、まあそんなわけでドラゴンの勢力図が変わってきたんですけど、うん、YouTube の方で画像を載せてるんですけど、国葬派のドラゴンは今9頭、うん、まあそのうち2頭は戦えないんで7頭かな。で水槽派は4頭、うん、まあ、もしくは3頭。エイゴンのサンファイアがどうなったか分かんないんで、はい、3か4っていう結構差がついてきましたね、うん、それとレイナちゃんが求めてるワイルドドラゴンなんですけど、今のところ世界では3頭いるはず、うん、
これはシーズン1エピソード10でデーモンが言ってたんで、そこから変わってなければワイルドドラゴンは3頭、うん、これももしかしたら誰かが獲得するのかもしれない。そうですね、うん、はい。まあ残るところ1話になってきたハウスオブザドラゴンシーズン2なんですけど、ようやくそのドラゴンが出揃ってきた感があって、ちょっとあのゲームオブスローンズでいうとこのバリリア校を揃ってきた感にちょっと近いものを感じて大変ワクワクしております、うん、はい。ということでいかがでしたでしょうか。このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しております。今回お伝えした解説の中で分かりにくかったところや解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン2エピソード7より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。で、今回も深掘りやる予定ではありますけれども、皆さんのコメントの内容によって、お伝えしていくものを変えていこうと思っているので、どしどし感想、質問、考察、コメントをお寄せください。お願いします、はい。まあ、大盛り上がりのエピソード7でしたが、あっという間でしたね。あと1話かよ。大丈夫ですか。てかどうやって終わるんでしょうね。原作勢的にもやっぱ疑問なんだ。いや疑問ですね、うん、なんかすごい中途半端なところで終わりそう。まあそれはいい終わり方なのかもしれないけど、うん、ここでみたいな。まあでもいろんな理由があって10話から8話に、ね、なったと思うので、あの制作人的にはここがいい切りのつく場所だと思って8話にしてるはずなのでね、うん、それはちょっと制作人のあの心意気というか、うん、それを信じたいなと思っております。最終話はシリーズ最長の73分ですね。ということは終わるのが10時、10時からやったら11時13分。うん、うん、ぐったりしてるのかイエーイってなってるのかわかんないですけど、ちょっともう昼ご飯を準備した段階で見始めるのがねいいかもしれないですね、うん、はい。ということで、もう本当にあっという間のハウス・オブ・ザ・ドラゴンなんですけど、残るところ第1話ということで、まあ、ぜひぜひ皆さんと同時刻、同じタイミング、同じ日に楽しめるように盛り上げていけたらなと思っております。それではまた次回。バラモルクリス。